はい、今回ですね、eBay で一括でフィードバックを行う方法を説明します。やり方は簡単なんですが、ソールドの画面で、フィードバックをですね、行いたい商品のこの左のチェック項目、ここにチェックを入れていただいて、で、上のアザーアクション、この中のリーブフィードバック、ここをクリックしてください。はい、そうするとこういった画面に飛ぶので、あとはですね、左下のリードフィードバックをクリックすれば、この商品のバイヤーに、フィードバックを行うことが、いい評価をですね、入れることができます。で、この部分はですね、特に変更しなくて大丈夫です。デフォルトで選択されているのが、まあ、コメントはですね、ランダムで入れますよと、いった項目になります。まあ、項目がいくつか、あるので、それを選んでもいいんですが、もともとのデフォルトのものをですね、選択しておけば、まあ、ランダムでいい評価の文言がですね、自動的に入って評価を残すことができます。あとはですね、ソールドの画面のチェック項目の一番上の部分にチェックを入れると、全部の商品にチェックを入れることができるので、その状態でフィードバックを残してもいいですし、あとはですね、評価をくれたバイヤーにだけ、フィードバックをしたいという場合であれば、この部分ですね、このメールのマークのようなもの、ここをクリックして、で、2回クリックするとですね、フィードバックをすでにもらっている商品が上の方に来るので、そんな風にですね、並び替えて、フィードバックをするっていう感じでもいいかなと思います。ではですね、今回の動画は以上となります。